株式投資で巨額損失を被ったことを明かした、青汁王子、こと実業家の三崎優太氏、35、が18日までに X、旧ツイッター、を更新。家賃9万円の新居の内装を公開した。写真、家賃9万、転落ヒルズ、公開完全転居前の、青汁ヒルズ、は家賃1700万円と明かしていた。今の新居です。 広さは青汁ヒルズの10分の1のになりましたと書き出し、新居の内装写真をアップ。なんだか不思議と狭い方が落ち着くもので幸せです。とても満足しています。またここから頑張りますと宣言した。三崎氏の投稿に対し、トイレと風呂が別それだけで幸せに感じる。応じ、応援しておりますちなみに、間取り 1DK、3口コンロのキッチン、バストイレ別。 独立洗面台で9万円ってめっちゃ安くないですかこっちの方が生活感あっていいじゃん。水回りの写真はあまり公開しない方がいいですよ。家特定されますよ。一番は水回りで家が特定されやすいのでポスト消しておいた方がいいですよ、などと書き込まれていた。三崎市は8月17日に公開した動画などで、日本の株価大暴落を受けて約20億円に及ぶ損失が発生したことを告白。 信用取引による含み損に対して追加保証金を入れるため、会社の運転資金にも手をつけてしまったと明かし経営者として本当に失格と反省。現在は家賃9万円の新居で生活していることを明かしている。